皆さんこんにちは、今回言及させていただきたいのは何に関してかというと、今月、まあ、2月に入りましたけど、2月の下旬にね、第2回目の米朝会談が開かれる予定ということです。で、これに関しては、まあ、2月の1日に外務省、東京の外務省、霞が関の外務省で行われた講演会に参加させていただいたんだけど、その中でタイの大使であるとかベトナムの大使が来られてね、講演をされました。ベトナムの大使がおっしゃっていたことの一つに、いわゆる米朝会談がベトナムで行われるの可能性が高いというふうに言ってました。まあ、もちろんそういった外務省関係というようなそういった情報というのはいろんな機関が得てますので、まあ今日これ発表されてますけど、まあ、1日の時点でそれはね、自分分かってたんだけど、1回目に関してはシンガポールということで、シンガポールはこの間行きましたので、皆さん、まあ、新しいと思います。今までで合計で5回行きました。セントサとね、カジノ行きましたけどね、セントサとから直接、報告させていただいたんだけど、マリタ・ベイサンズはね、いろいろ行ったね、まだアップしきれてないものは今度アップしますけど、これに関しても前回米朝会談を行われる時に、どういった場所であるかというのを言及させていただきました。で、今回は、ベトナムということで、なんでベトナムが受けたかというと、やはりそのベトナムっていう国は、まあ、まだまだ全然発展途上国なんですけど、そしてベトナム戦争において、まあ、疲弊した国です。そして日本の援助もなんかもかなり入る国なんだけど、その中で、やっぱり世界に躍り出たいというのがあります。その中で、まあ、米朝ということで、今北朝鮮の問題ともちろんベトナムも周知していることです。で、その中で米朝会談で中国と、ベトナムというのはかなり仲悪いので、現状ね、同じ共産社会主義の国でも、同じ共産社会主義も違うと言われてるんだけど、まあ、いろんな問題があります。南沙諸島とかね、いろんなそういった問題があって、仲良くないのが実情なんだけど、その中でやっぱり、まあ、アメリカかつては敵でしたしね、そして北ベトナムと、南ベトナムということで、まあ、これ考え、まあ、これに関してはまたね、あの後日言及させていただきたいと思うんだけど、南ベトナム、北ベトナムだって、いわゆる北朝鮮の南朝鮮みたいな感じです。その中で北と南が争いあって、南に関してはいわゆるそのアメリカ側自由主義、北に関してはいわゆる中国、旧ソ連が推移してたわけです。その中で、まあ、結局北ベトナムの共産社会主義が勝ったという形になっているので、まあ、間違えていただきたくないのは、ベトナム戦争でおいて、アメリカに勝ったベトナムって言い方はおかしいんです。これ指揮者の方がね、指揮者の方がね、やっぱりそういったところで、言う人もいますけど、それは全くおかしな話であって、いわゆる、共産社会主義陣営、いわゆる、西側陣営で東側陣営で、いわゆる共産社会主義勢力、中国と、旧ソ連の後押しを受けた、北ベトナムが勝ったというのが、真実です。で、その中でね、まあ、今回、このような形でベトナムでということで、場所はダナンというリゾート地が最有効になってます。ベトナムに関してはかつて仕事で駐在してましたホーチミンなんですが、その時にかなり多くの場所に来まして、ベトナムを訪れたところっていうのは、まあ、周辺のミトとか関東とかもそうなんだけど、あとは、ムイネっていうビーチリゾートがあります。ホーチミンからバスで行けるんだけど、5時間ぐらいで、あとはニャチャンね。ニャチャンってすごくいいので、ニャチャンとか結構いい感じのビーチリゾートなんで、ベトナムのビーチリゾートを進めてからニャチャンだったりします。で、さらにそこからホイアン、ダナン、今回のダナン、そして、ハノイ、ハロン湾、その周辺ね、言いました。で、ダナンに関してはどういったところかっていうと、まあ、最近開発が著しい、ベトナム中部の都市です。中部で最大の都市です。だから、直行便は最近日本から飛び始めてるんだけど、その中で 日系の、ね、企業なんかもここに事務所を設けたりとか支店を設けたりするところも多くなってるんだけど、他に何があるかっていうとリゾート地になってます。これはまあ、かつてねベトナムに赴任した時に、あのベトナムのその五つ星リゾート、ちょっと安く手に入ったんでね、あのナムハイリゾート、今名前変わったかもしれないんだけど、五つ星のリゾートに80平米あるところに泊まりました。1泊あたりのレートって大体600ドルぐらいなんですよ、部屋ルームチャージがね。まあ、2人で行ったんだけど、だけどまあ会社の割引がいろいろ聞いてね、132ドルで1泊泊まりました。だから1人当たりいくらだったかっていうと、66ドルなんで、まあ、その当時100円ぐらいだったんで、まあ、6600円ぐらいで1泊2床で泊まれたんだけど、通常は600ドルぐらい、80平米で5つ星のリゾートなので、でプールとか、ね、ジムとかもう最新の設備と思って、レッスンもしっかりしたところです。で、ダナンということで、まあ
先ほど言ったように経済的にも重要な中部最大の都市、それプラスアルファでリゾート都市になってて、ホイアンまでつながるところなんだけど、そのビーチ沿いには多くの高級ホテルがあります。外資も受け入れてますので最近はね。でその中で、まあ、ダナンというところでやるということでね、ございます。でここにね、新たに統治法人物ということで米朝ということで、まあ、中国の、習近平国家主席ということで、ここで同じ場所で米中のトップが首脳会談を行う可能性が出てきたということで、まあ、今はねアメリカ、中国、北朝鮮、まあ、非核や貿易摩擦、いろんな問題が起こってます。日本も含めればいろいろとね難しい問題があります。ロシア、さらにそれもロシアを含めたり韓国を含めればね、いろんな難しい問題があるんだけど、こういった形で首脳会談を行っていくということで、もしかしたらまあ一度にね、それらを行う可能性があるということです。だからまあ前回結局話は進展していかなかったんだけど、まあある意味いわゆるね、米朝ということで敵視し合ってる国同士なので、その首脳がまあ金正男が暗殺された後です。マレーシアのクラムプールでね、結局その後で、まああとはアメリカ人ユダヤの学生でしたけど、結局は毒殺されるような形だったじゃないですか。そういった問題もあるんだけど、まあある意味そういった首脳会談をやるってことはある意味有、まあ、すごくね、有意義なことだったのかなって感じはします、うん。まあ、これからだからいわゆる米中は北朝鮮の非核化と貿易摩擦ですね、それぞれ交渉カードを据えてということで、激しくなるんですけど、中国もこれに参加してくる可能性があるということで、果たして今後どうなるのかということです。下手すれば日本もここに加わってもいいんじゃないかなって正直思ってしまうんだけどね。正直な自分自身はやっぱ日本政府が、世界をまとめる役目があるのかなって感じがします。アメリカが今日本を牛耳っているようなもんですけど、だけどやっぱり世界を見てみて日本という国が、まあ、世界で人気があるわけであって、その中で、世界をまとめるのはやっぱ日本なのかなって感じはしてしまうんだけどね、うん。まあそれはとにかく、ベトナムということで、皆さんベトナム行ったことない方だったらね、まあこれ好きな方ってタイが多いと思うんだけど、ベトナムもまあかつて赴任してて、こちらのチャンネルのベトナムチャンネル結構アップさせていただいてるんだけど、考えたら最近もう行ってるのはベトナムホーチミンしか行ってないんで、その周辺しか行ってないんで、ダナンって結局こちらの動画アップしてないんだけど、まあ今度また行った時に行ってみようかなと思ってます。とにかくダナンという場所はどういった場所かっていうと、中部最大の都市で、まあ工業なんかも、ね、今盛んに行われているところで外資も受け入れてます。その中で日本の企業なんかも今までだったら、ホーチミンと、ハノイに、支店、ね、社を設けていたのを、中部のダナンにも設けるようになってきたわけです。やっぱりその、ホーチミンから、ハノイは2000キロ離れてますので、ちょっと離れてその間に支店、社を置くっていうのはある意味重要なことかなって感じがします。それと、先ほど言ったダナンはビーチリゾートとして多くのビーチリゾート、リゾート地があるということです。だからリゾート地として訪れるのもいいのかなって感じがします。他にもミーソンの伊勢ギタンちょっと離れてもありますしね。で、ホイアン。これ日本人がかつて住んでるところです。そういったところも見るべきところであるのかなって感じするので、まあ皆さんが例えばベトナムに行かれる際、候補として一回行ったことであるんであればな、ホーチミンかハノイに。そしたら、まあ、ダナンとか、ホイアン、中部に行ってみるといいかなって感じがします。こういった問題に関しては、もちろんその場所がどういった問題にあるのか、政治問題、国際事情も兼ねて、まあ、説明させていただきますけど、また、こういった問題に関しては、言及させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。